こちら自民党本部では麻生副総裁と茂木幹事長が40分以上にわたる会談を行っています。人事をめぐる慌ただしい動きが続いています。岸田総理は麻生副総裁と茂木幹事長の2人は留任させた上で、小渕優子組織運動本部長を選挙対策委員長に、森山博選挙対策委員長を総務会長に起用する意向を固めました。また萩生田政調会長については留任させる意向です。岸田総理はポスト岸田への意欲を隠さない茂木幹事長についてギリギリまで交代させることも検討していました。しかし麻生副総裁が茂木幹事長の続投を主張し、麻生氏の反対を押し切ってまで交代させるのは難しいとの判断から最終的に留任が固まりました。一方、岸田総理は小渕氏を党幹部に起用することで刷新感を出したい狙いです。来年秋の総裁選を睨み、ポスト岸田への意欲を隠さない茂木氏に対して、同じ茂木派の小渕氏を起用することで牽制する狙いもあるとみられます。ただ自民党内からは、小渕氏が政治と金の問題で経産大臣を辞任した際の対応をめぐり説明不足との声も根強くあります。